スペインオムレツっていうと日本人の感覚からするとなんかいろんなものが入っちゃってるオムレツになってるんですけど、本来スペイン人から言わせるとスペインオムレツ、トルティージャエスパニョーラって言えば、玉ねぎとじゃがいもと塩のみで作ったものを指します。で、今回はこれを作っていきたいと思います。鶏卵の M が6個、メークイーンが 550g、 玉ねぎが 450g。 これ新玉ねぎなので気持ち増やしてます。あと塩を 8g です。次にカットしていきます。まず玉ねぎ、玉ねぎは縦半分に切って、でポイントはあんまり薄くしすぎないことがポイントです。まあだいたいこのぐらい、4ミリぐらいはありますね。でじゃがいもは玉ねぎの3倍ぐらいの厚みありますね。このぐらいです。おっとっと、では切っていきます。切り終わりました。でここに塩を入れます。でしっかりなじませます。決して揉まないようにしてください。水が出てしまうので。で全体を軽く合わせたら、これを油で煮ていきます。まずフライパン火つけます。余ったらオリーブオイルを入れます。じゃがいもと玉ねぎがかろうじて浸るぐらいの量でいいです。でもしオリーブオイルがもったいないという人はサラダオイルでも構いません。でこのまま170度ぐらいまで温めます。で温まったら弱火にします。でさっき塩をあえてるので跳ねるので気をつけてください。で入れるときは自分の方に向けないで外側に入れるようにしてください。でここで火を少し上げます。でここで弱火にします。で多少浮いてる部分があっても、あの柔らかくなってくれば沈んでくるので大丈夫です。それでここでポイントなんですが、スペインオムレツっていうのは必ず油で揚げるというか、どちらかというと煮るというような感覚なんですね。じっくり弱い火で火を通していく、それがポイントです。ゆっくり火を油の中で入れることで甘みが増してくるので、茹でたじゃがいもを使うとか、ソテーしただけのじゃがいもを使うとか、そういうのだと本来の美味しさには程遠い味になります。それとさっきあえた塩がポイントになるので、煮る時にも油に塩味をつけてるんですね。そこが大事なところです。そろそろ煮えてきました。ちょっと時間は計ってないので何分とか言えないんですけど、10分前後ですかね。じゃがいもの厚みとかによっても変わってくるので、でこの辺のやつをこうやって叩いてみると軽く割れるんですね。こんな感じで、これが目安です。で火が入ったので
止めます。次にこれをこします。でプラスチックの網でこすと溶けてしまうので気をつけてください。でここに分量外の塩をちょこっと入れます。卵に味をつけます。ほんのちょっとですね、入れます。とこれをしっかり混ぜます。次にこれを混ぜます。入れます。冷まさなくていいので出来上がったものをすぐ入れて構いません。でここの混ぜ方なんですけど、この混ぜ方でスペインオムレツの味が変わります。この分量に対して4分の1を穴開きレードルでしっかり潰します。でこの時に他の玉ねぎとじゃがいもは潰さないようにしてください。これは全体をなじませるためにつなぎの役目を果たすじゃがいもと玉ねぎを今作ってます。しっかり潰します。で4分の1がしっかり潰れたら、あとこちらは切るようにして混ぜます。で丸いままのじゃがいもがないように気をつけてください。で切りましたね。切りながら混ぜるという感じです。で全体が細かくなったらこのぐらいですね。これは食感を残したいので、そしたら全体を軽く混ぜます。油をなじませた鉄のフライパンを火にかけます。こちらの大きさは18センチですね。でここからは仕上げに入っていくので、使うオイルは必ずオリーブオイルを使ってください。煮るときはサラダオイルを使っても仕上げのときは必ずオリーブオイルを使ってください。でもし鉄のフライパンがないときはテフロンのフライパンを使ってください。しっかり煙が出るまで温めます。そしたら一回オイルを入れてなじませます。でこれは使いません。で少し火を弱めます。でオリーブオイルを入れます。 20cc ぐらいですね、この大きさだったら。まだ煙出てますね。でちょっと強くします。で先ほどの卵液を一気に入れます。でここで強火のまま一気に混ぜていきます。はい、これでいいです。そしたらターナーで形を整えます。で鍋の縁にオイルを入れます。でちゃんと動くことを確認してください。でこの後オーブンに5分入れます。オーブンの性質にもよるんですが、まあ、その辺は前後します。180度にセットしてます。はい、5分経ったので一度出しました。そして出したら弱火のままにして
上から蓋をかぶせてこれをひっくり返します。そして蓋に戻します。そして形を整えます。こんな感じですね。今これで一回火を強めます。そしたらまた再びオリーブオイルをちょこっとだけ入れます。でしばらく5秒ぐらい焼きます。そしたらまた180度のオーブンに今度は6分入れます。はい、6分経ったのでオーブンから出しました。でここで一回確認をします。オムレツの裏側にもちゃんと焼き色がついてるか確認します。こんな感じですね。ちょうどいいですね。でこれで完成ですね。では返します。こっちが裏側ですね。でもう一回戻して入れて、でこっちはおっとっと、でこっちは仕上がりの表面ですね。はい、これで完成ですと言いたいところですが、この後に一手間かけることでさらに美味しくなります。手の指にラップを巻いてバージンオイルを回しかけます。そしてこれを全体になじませます。そうするとツヤよく仕上がります。カットします。まあ、18センチの大きさだったらあまり小さく切りすぎても美味しそうに見えません。なのでこの大きさだったらだいたい6等分ぐらい、6か4ですねに切ります。カットしたので取り分けて食べてみたいと思います。うん、美味しい。スペインオムレツは本来ソースなどは何もかけません。トルティージャエスパニョーラといったら塩と玉ねぎとじゃがいものみで作ったオムレツを指します。ぜひ一度挑戦してみてください。